ちょっと、どうするのよ。ごめん、本当にごめん。まったく、あなたって人は。こんなところで車の鍵をなくすなんて、一っ子一人いないじゃない。携帯も繋がらないし。セミはたくさんいるけどね。魚もいるよ。なんも面白くないから。ごめん。ああ、せっかく自然に癒されたくて来たのに、なんでこんなことになるのよ。俺はタカシ、20歳。今彼女のミサキと川にデートに来ているんだが、なんと鍵をなくすという大失態を起こしてしまった。綺麗な場所だけど、穴場スポットだから人がいないんだよな。ああ、俺って何をやっても本当にダメダメだ。仕事もうまくいってないし。ああ。あれ？どうしたの？人だ。何言ってるの？こんなところに人がいるわけ。あ、人だ。人でいいのよね。よし、もう一回。ヌオー！ちょっと、そこの人！ヌ、もしかして、俺のことか。そうです。俺は人じゃなくてユージロー。熟女を愛してやまない、どこにでもいる普通のおっさんだ。ユージローさんに、お話が。ちょっと後でにしてくれないか。俺は今、忙しいんだ。はぁ。ヌオー！何やってるんだろう、あの人。滝に向かってる？よっしゃー！ダメだったか。まだまだ。ふぅ、またダメだったか。ユージローさん、何やってるんですか？見ればわかるだろう。ドラゴンになろうとしてるんだよ。ドラゴン？ああ、もしかして君、ドラゴンになる方法を知らないのか？知りません。なら、教えてやろう。この人、大丈夫かな？俺のマイスイートハニー、アスカが教えてくれたんだがな。うおー！トミコバスター！いやー、相変わらずドラゴンヤスジは強いですね。トミコバスターのキレが半端ないです。でも、トミコバスターって何なんでしょうね。ドラゴンヤスジの本名、富澤ヤスジだった気が。いやー、強いんだから何でもいいじゃないですか。トミコバスターは、トミコバスターなんですよ。まあ、そうですね。よっしゃー！ちょっと、ユージロー、テレビ見てないで夕飯運ぶの手伝って。なあ、アスカ、真剣な相談があるんだ。なに？ドラゴンになるには、どうすればいいと思う？はい？俺は、ドラゴンになりたいんだ。ほら、強くなれば、アスカのことを守れるだろう。俺も、トミコバスターとかやりたい。またわけがわからないことを。アスカ、俺は真剣なんだ。恋は滝を登れば竜になるって言うし、滝を登ればいいんじゃない？はい、これで問題解決でしょ。早く準備手伝って。そうか、滝を登ればいいのか。ほうほう。俺は愛する妻のため、ドラゴンヤスジのような強さを得るために滝登りをしているんだ。そんなめちゃくちゃな。ドラゴンヤスジってプロレスラーのリングネームですし。俺、感動しました。はい？奥さんを守るためにそこまでするなんて。俺も滝を登れば美咲のこと守れる強い男になれますかね。いや、それは無理だ。俺には才能がないってことですか？そうだよな、俺ってダメダメだから。違う、強い男になるのは無理だ。ただ、そんなものを超越した、ミサキのことを守る強いオスドラゴンにならなれる。俺も、オスドラゴンに。強さを求めるなら、君も一緒に来るか。はい、ユージローさん、俺もドラゴンになります。滝登ります。うわー！よっしゃ、行くぞ。男って本当にバカ。あなたも相当苦労しそうね。もしかして奥さん？そうよ、あの人の妻のアスカ。私は美咲です。まさかユージロー、本当に滝登りに来てるとは。ヌ、アスカの指笛。奥さんが来たんですか？そうみたいだ。ユージロー、はい、
これでドラゴン裕次郎よ。目的達成でしょ。おお、ドラゴンになれた。それでいいんだ。男って単純なのよ。なるほど、勉強になります。お互い頑張りましょうね。はい。俺も欲しい。美咲、ドラゴンマスク俺も欲しい。あなたは黙ってて。アスカさん、申し訳ないんですけど、もしよろしければ車に乗せてくれませんか。え？車の鍵をなくしてしまって。そうだったのね。もちろんいいわよ。ありがとうございます。俺はもうちょっと滝を置いてくわよ。ごめんなさい。俺たちは裕次郎さんとアスカさんに車に乗せてもらった。裕次郎さん、俺もそれ被りたいです。30年早い。たかし、お前が人生という滝を必死に登って美咲を幸せにできた時、これを授けよう。よし、頑張るぞ。裕次郎さん、約束ですからね。本当にあなたって人は。ああ、男に華厳はない。二言。華厳は華厳の滝。滝から離れなさい。こうして裕次郎さんと飛鳥さんのおかげで家に帰ることができた俺たち。この御恩一生忘れません。いつか返しますから。そしていつかそのドラゴンマスクを受け継げるよう俺頑張ります。はい、絶対に返します。俺たちへの恩なんて返さなくていい。そうよ、大丈夫。どういうことですか。恩を感じているなら俺たちに返さず誰かに送ってやってくれ。うん、私たちは十分満たされてるから、そうしてもらえると嬉しいわ。わかりました。俺送りますから。はい、送ります。じゃあ行きましょう、裕次郎。おう、めんどくさいな。行こうか。ありがとうございました。本当にありがとうございました。行っちゃったね。素敵な人たちだったな。本当にそうね。それから30年の月日が流れた。彼女だった美咲は今俺の奥さん。俺は裕次郎さんからドラゴンマスクを受け継ぐため、そして美咲を幸せにするために必死に働いた。おかげでとある企業の代表取締役になり、そこそこ余裕を持って幸せに暮らすことができている。ただ裕次郎さんと飛鳥さんは帰らぬ人となり、ドラゴンマスクは結局受け継ぐことができなかった。なあ美咲。なあに？車見に行かないか。どうしたの急に。車なんてしばらく持ってなかったじゃない。いや、裕次郎さんと飛鳥さんのことを思い出したらな、久しぶりにドライブに行きたくなって。あの川にでも行かないか。懐かしいわね。行ってもいいけど鍵はなくさないでね。お、分かってるよ。じゃあ行きましょうか。めんどくさいな。行こうか。じゃあ行かないわよ。違う、今のは裕次郎さんの真似だから。そして俺たちはとある中古車販売店に来た。いらっしゃいませ。あーだる。ずいぶん態度の悪い店員さんね。本当だな。少し見たら出ようか。あんまりいい車置いてなさそうね。手入れもされてないみたいだし。ってどうしたの高志。この車欲しい。え、この車。ああ、この車が欲しい。まああなたが欲しいって言うなら。おーい店員さん。はーい、なんでしょう。この車欲しいんですけど。はい、この車ですか。いくらですか。こんなボロい軽自動車を欲しがるやついるんだな。しかも見たところ金持ってなさそうなのに、なんでこの車を欲しがるんだ。まあいいや、いいこと思いついた。ああ、ここに5万円って書いてあるわよ。5万円か。じゃあすぐに。ああ、これゼロが足りてないんです。え、ゼロゼロゼロと。この値段です。どうだ、500万円でも買うか。わ、5000万円。嘘でしょ。この車が5000万円もするわけ。え、5000万円。やっぱゼロ1個多かった。
でももうこれで押し通してやれ。いやー、5000万円の価値がある車なんですよこれは。そんなわけ。5000万円でいいんだな。え、5000万円で買うの？ああ、じゃあ手続きお願いします。あ、かしこまりました。よっしゃー、5万円の車が5000万円で売れちまったよ。この車種もしかしてそんなに人気なのか。いやー、そんなわけないよな。車はいつ取りに来たらいい？ああ、もうお持ち帰りいただいて大丈夫です。後でいらないって言われても困るからな。まさかこの車が買えるとは。ちょっと、なんで5000万円で買ったのよ。いくらなんでも5000万円はないでしょ。え、もしかして気づかなかったのか。気づかなかった？何に？そうか、気づいてなかったのか。ほら、車の後ろに傷がついてるだろ。この傷に見覚えがないか。なーに、この子供みたいな落書き。なんで相合い傘なんて。あの人、よくこんな傷がある車を5000万円で売ったわね。その相合い傘の下の名前読んでみろよ。ああ、この車って裕次郎さんとアスカさんの？そういうことだ。裕次郎さんの葬儀の時覚えてるか？あ、お悔やみ申し上げます。君、柳瀬君だよね。え、たかしさん、俺たち父さんたちの車を今必死で探してるんです。もう少し待っててください。はい。そういえば、裕次郎さんと飛鳥さんの息子さんたちが車を探してるって言ってた。だからあなた5000万円で買ったのね。そうだ、ここが裕次郎さんと飛鳥さんにもらった恩を送る時だと思ってさ。そうだったの。それなら納得だわ。いくらでも買わないとね。じゃあ早速届けに行きましょう。めんどくさいな。行こうか。そして俺たちは裕次郎さんと飛鳥さんの息子レオンくんと守くんの元へ向かった。レオンくん、守くん。おお、柳瀬、お久しぶりです。今日はどうされたんですか？この車、あなたたちのご両親の車よ。おお、これがそうなの？見つけてくださったんですか？ああ、これは君たちへのプレゼントだ。受け取ってくれ。で、二人とも何してるの？確か父さんがここら辺にって。おお、ここら辺から父さんの匂いが。おっと、熟女もん。兄ちゃん、その奥になんかない？うん、おお、これだ、これだね。はい、柳瀬、父さんからのプレゼント。へー、開けてみてください。ああ、何が入ってるのかしら。あ、これはドラゴンマスク。父さん、それを渡さなきゃってずっと気にしてたんです。二人の生活が苦しくなった時に車を手放したみたいで、それに乗せっぱなしになったのを思い出して家族で必死に車を探してたんですよ。俺のために必死に探してくれてたのか。ねえ、柳瀬、かぶってみてよ。ああ、うわー、かっこいい、ドラゴン柳瀬って感じ。似合ってるわよ、あなた。裕次郎さん、俺立派なオスドラゴンになれましたかね。5000万円の価値があったわね。え、5000万円？あ、いや、その、もしかしてこの車5000万円で買ったとか。いや、まさか。実は。どこで買ったか教えてくれますか？はい。いやー、ウハウハだぜ。やっぱり情弱を騙すって最高。普段から1万円のすぐ壊れる車を年式とかごまかして10万円で売ってるけど、まさか5000万円で売れるとは。すみません。ああ、いらっしゃい。俺、こういうものなんですが。あ、うぐもりグループの副社長。天下のうぐもりグループの副社長がうちに何のお用ですか？この写真の車を探してるんです。もしあったら5000万円で買いたいんですが。この車は、あの時5000万円で売った車。え？嘘だろ。本当に5000万円の価値があるのか？今はありませんけど、すぐに仕入れられます。ああ、今ないならいいです。
じゃあ失礼します。あ、ちょっと待ってください。でもうぐもりグループが目をつけてるってことはこれからも売れる。よし、日本中からこの車をかき集めるぞ。半年後。あれ、一台も売れない。どうして？ママ、魅力ください。ん？何？スモモ。ボロボロの車が5000万円で売ってるマス。スモモの見立てだと、5万円。5000万円の車なんて売ってるわけ。うわ、ほんとだ。しかも、大量に。俺、中古車販売店で働いてたことあるけど、スモモの見立て通り、よくて5万円。値段がつかない可能性もあるね。何考えてるんだろう。え、もしかして俺、借金までして、ここまで集めたのに。しかも、5万円なんかじゃなく、1台100万円もしたんだぞ。この車を置くために倉庫も借りた。あいつに、騙された。そういえば俺が買い取ったの。全部、うぐもりグループ関係の会社かも。どうすりゃいいんだ。うわー。その後、俺たちが何度もいいと言ってるのに、5000万円をはるかに超える金額で、あの車をレオン君とマモル君が買い取ってくれた。マモル君が、心配しないでください。あの自動車販売店の店長のお金なのでと言っていたけど、どういうことだろう。まあ気にしなくていいか。そして俺たちはというと、今レオン君とマモル君と一緒に思い出の地に来ている。懐かしいな。俺はここでユージローさんと一緒に滝登りをしたんだ。滝登り？ああ、ドラゴンになるためにな。レオン君知ってるか、あの滝を登ると竜になれるんだ。おー、俺はもうドラゴンになったが、レオン君はまだドラゴンになれてないだろ。よかったら一緒に滝に登らないか。登る。俺ドラゴンレオンになりたい。さすが裕次郎さんの息子だ。いやいや、なれませんから。守くん、やる前から諦めてどうするんだ。そうだよ守、ほら。ちょっと兄ちゃん。さあ行くぞ。うわー、めんどくせー。よっかー、ほら守も行くよ。う冷たいよ。30年経っても何も変わってないのね。相変わらず男ってバカみたいですよ、アスカさん。おーおー、裕次郎さん、アスカさん、天国から見てますか。今あなたたち二人の息子がドラゴンになろうとしてます。二人が人生という滝を必死に登ってパートナーを見つけて幸せにすることができた時に、俺は裕次郎さんのドラゴンマスクを彼らに渡したいと思います。そしてこれからも裕次郎さんと飛鳥さんにもらった恩、いろんな人に送り続けていきますから。あ、鍵なくさないでよ。鍵？レオン君が持ってるよな。いや、持ってないわ。高橋さんが預かるって言ってたじゃないですか。あ、もうあんたって人は。ごめんなさい。